演舞開演。どうも、本日はこちらガロワイヨというメーカーさんのマカロンラスクというものを食べたいと思います。結構重量感のあるところですね。こんなすごいメーカーさんなのかな。なんか中には豆乳紙も入ってマカロン生地をサクサクに焼き上げたラスクと書いていますラスクのマカロンも確かに焼いていますが、どちらかというと食感が正反対のイメージがあるんですが、それが一つになるとどういう風になるのでしょうか。色も色々、多分それぞれ色が色によって味が違うのでしょうね。では、この一番シンプルそうなこちらを食べてみたいと思います。こちらから食べてみたいと思います。焼いてあるだけで裏がクッキーみたいで、通常のマカロンとはちょっと違いますね。では硬くて割れない。もうこのままいただきます。マカロンとラスクのいいとこ取りってことですか。最初に食べた黄色は多分バニラですね。シンプルな甘さが口の中にサクッと音、食感のところに広がってきました。ラスクなのでマカロンのちょっとふわっとした感じとは違いますが、こちらはこちらでいいですね。2つ目に食べたのはチョコレート。チョコレートのほのかな甘さが口の中にサクッとした音とともに広がって美味しかったです。では続きましてはこちら、アーモンドかなんかかな、それっぽい気もしますが、ではこちらいただきます。シンプルで甘酸っぱい。3つ目で食べたあの色はアーモンドというかピーナッツというか、おそらくナッツ系の味だったのではないでしょうかと思います。はっきりとは言えませんが、ちょっと甘さは控えめで香ばしさがありましたね。そして4つ目のピンクの柄は想像はつくかと思いますが、ベリー系の甘酸っぱい味がしました。ただイチゴではないですね。どちらかといえばラズベリーに近かったと思います。さっぱりとした甘酸っぱさがあって美味しかったです。では5つ目こちらに緑ですね。焼き菓子の緑、特にマカロンというとピスタチオのイメージがあるのですが、この予想でいいのでしょうか。ではいただきます。最後はきっちりと締めてくれましたね、この苦味が。5つ目に食べたあの緑は野菜のような青臭さはなかったので、はっきりと断定はできませんが、やはりピスタチオだったと思います。ピスタチオのほのかな甘み感じることができました。まあそんなに食べる機会がないので本当に断言はできない。そして最後に食べた茶の茶色はコーヒーですね。他のマカロンと違ってちょっと苦味を感じることができて、大人向けの美味しい最後にふさわしい締めとなりました。はい、というわけでマカロンとはちょっと違いましたが、サクサクとしていてちょっとふわっとした食感もあって、中の味もしっかり口の中に広がって、どれもとっても美味しかったです。いろんな味を楽しめるのも良かったですね。お土産とかにも良さそうですし、ダロワイヨってどう、他にどんなお菓子作ってるのかな、食べてみたくなりました。というわけでこちらの点数とさせていただきました。それではリンカン学校ルーブル美術館をきれいと、ルーブル美術館の世界に森林が学校できる場所あるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。